ここがセタレのよく来る占い屋よ。セタレに関する情報を聞き出すのか？いいえ、セタレに関する情報はもう十分だわ。今は店主の話し方と重要な情報に注意を払うのが肝要よ。話し方と重要な情報？迷える子羊たちよ。自らの運命に戸惑っているのかしら。神の英知あふれるお声は時に私の耳を訪れる。もしもあなた方が神の慈悲を受けているのなら、あるいはあなた方を導くことができるかもしれない。え、そうなのか？ナヒーダ、よくこいつにこそこそ話でもしてるのかよ。し、私の友達が未来について迷っているので、どうか彼を占っていただけませんか？いいわ。なら、おや、どうやらハールートとマールートはあなたのことがあまり好きじゃないみたいね。何か神に失礼なことでもした？風神の悪口を言ったり、眼神にご飯をたかったり、雷神と大立ち回りを演じたり、それくらいか？うん、なんでもありません。さあ、占いのテーマを選んでください。健康運ね。わかったわ。ふん、聞こえた、聞こえたわ。あなたの寿命、寿命は、え、何万年も先ですって？ありえないわ。ハールート、マールート、あなたたちが占いの邪魔をしたの。こんなふざけた結果、見たことないわ。占いが合ってるって可能性は考えないのか？はぁ、わかったわ。今日は調子が良くないみたい。特別に今回はお代をいただかないわ。そうでしたか。それなら仕方ありませんね。今度は猫の餌でも持ってきてちょうだい。ハールートとマールートに喜んでもらえたら、あるいは運勢が変わるかもしれなくてよ。セタレはよくこの店に来るのか？ええ、セタレがスメールシティに来たばかりの頃、よく店主のアキムに世話になっていたのよ。だから暇さえあればここに来ているみたいね。後で彼と話をするから、会話の細かいところまで詳しく聞いておいてちょうだい。お客さん、陶磁器を見てかないか？ええ、ちょうど見に来たんです。腕がいいとお聞きしたものですから。お、君のことは知っているよ。冒険者協会のキャサリンさんだろ。こいつはどうやら大仕事の予感だな。お聞きしたいのですが、造形はどちらで学ばれたのですか？親父から習ったのさ。実は親父が盛んでな、造形を学ぶ中で泥細工に興味を持ち始めたのがきっかけだった。やがて親父に隠れてこっそり陶磁器を作り始めたんだが、これが結構いい出来だったんで、そのまま転業したんだ。ただ残念ながらアーカー社から提供される知識はあまり活かせなかったかな。
自分の好きなことをやるのっていいよな。そうですね。お父様は今も左官を？いや、何年か前作業してた時に屋根から落ちて足を折ってしまってな。どうせ一生分の金は稼いだってんで、思い切りよくオルモス港で隠居生活を送ってるよ。そうだったのですね。お父様が幸福な老後を送られることを祈っています。今度また日を改めて教会の広報勤務員にここの品物を見に来させますね。本日はこれで。そうか、安心してくれ。きっと満足のいく品物が揃ってる。ここが最後の場所よ。シェタルは教霊院にいるとき、いつもこのレストランの味を恋しく思っているみたい。だからシティに来るたびここへ寄るの。すごく詳しいんだな、ナヒーダ。スメールの民を見守ることが私の義務だもの。あなたを港口のあたりで見たことがあるような。え、そうなんですか？ええ、他の方と船舶の設計についてお話しされていたようでした。ああ、あの時ですか。昔から船舶に関する技術的な問題に興味があって、私は理由エコーで育ったものですから、小さい頃から船が行き交う様子を眺めるのが大好きだったんです。その後スメールに留学したんですが、あいにく才能もなく落第してしまって。ですがそれでもいつも各界の学者と関連問題を議論したり、レストランの地下室で勉強と研究をしたりしています。次の教霊院の試験には必ず受かる自信がありますよ。なんと素晴らしい学問の精神でしょう。感服します。みんなすごく努力してるんだな。ここのレストランに地下室があるなんて知りませんでした。ああ、そうなんですよ。でも普段はお客さんには開放していません。ほとんどは店員の休憩用とかプライベートなイベントを開くときに使われてます。そうだったんですね。なるほど。キサンさんの学問が順調にいくことを願っています。ありがとうございます。私は教霊院の正式な生徒になれればそれで満足ですよ。これで全員か？ええ、シェタルの顔見知りが3人もいれば十分ね。でもこんなにたくさんの情報、何の役に立つんだ？どうやってセタレに自分の立場の問題を直視させるのか。ナヒーダはまだ話してくれてないよな。セタレは逃避することに慣れてしまってる。まずは彼女の心理的防御を取り払う必要があるわ。前にも言ったでしょ、オルモス港のエルマイト旅団がキングデシレトの復活が近いって言い広めてること。たとえデタラメでも、こういう砂漠地帯の信仰は彼女の弱みをつくにはちょうどいいのよ。あ、わかったぞ。セタレの故郷に対する罪悪感を利用するんだな。あいつは砂漠の民を助けるべきだって思ってるけど、実際は全くの逆で教霊院の賢者たちと悪いことをしてるから。でもそれって具体的にどうやってやればいいんだ？まず本物のキングデシレトを出すことは不可能。次にシェタレはとても頭がいい。単にキングデシェレトの信徒を装って交渉するんじゃ、きっと警戒されて望んだ結果を得られないわ。でももし私たちが彼女の知り合いを借りるなら、その限りではないかもしれない。セタレの知り合いに憑依するってことか？ええ、アーカー
者を通じて憑依した後、キング・デシェレトの信徒であるふりをする。そして偽物のキング・デシェレトの意思を伝えるの。自然に振る舞えればきっとセタレの心理的防御を突破できるわ。彼女が私たちの方法に気づくことはないはずだから。憑依がバレないようにあの人たちの情報を集めてたのか。確かに本人たちに見せないとダメだもんな。そうだから、彼らの真似はあなたたちに頼んだわよ。オイラたちが？でもオイラたち憑依なんてできないぞ。大丈夫よ、私が憑依してから感覚をあなたに共有するわ。結果から見れば憑依の力を得たも同然よ。必要なのはアーカーシャ端末をつけることくらいね。そんなに簡単だったのか。でもなんでこいつじゃなきゃダメなんだ。ナヒーダは自分でやらないのか。私、人間の観察はずっとしてきたけど、真似るのは得意じゃないの。確かにそれは気づいてたぞ。キャサリンの真似結構ぎこちなかったもんな。できればあの民たちの意識を占有なんてしたくなかったのだけど、事情が事情だし今は気にしていられないわ。そうだな、これもみんなのためなんだ。ちょっとの間借りるだけだし、そんなに気にしなくていいと思うぞ。ええ、では明日の午後に動き始めましょう。